木女花山を含む芭蕉布は織糸を、芭蕉から取る木女花の芭蕉布は、沖縄県国頭郡大宜味村の木女花地区で生産される島芭蕉の繊維よりなる織物。雨や麻、カラムシと並び、植物の腸繊維を用いるため高温で、湿潤な気候でも布が肌に張り付きにくい特徴が重宝された、重要無形文化財である。明栄の朝圏として収められた後、 1609年の薩摩藩への服属以降は三千0を収めた記録がある。当時から無地や島、かすりの織り柄があり、琉球王府に捧げたほか、領民は無地か島柄の短物に限り衣服を縫った。明治に入り高畑が導入されると生産量が増える。九百十五年に県の指導で那覇区及び島尻郡と宮古郡を除く国神首里区 中上郡、八重山郡で10年がかりの増産計画が始まる。1915年時点の国上郡は9000単を超える場所布を折り価格1万5000円超と、県内の生産高およそ1万8700単のほぼ50%を占めた。予想では1925年の国上郡の生産は1万600単前後と、ある。だが、 第二次世界大戦の沖縄戦及び戦後の農政は、県下各地にあった芭蕉布の生産地に大きな影響を及ぼし生産量は大幅に落ち込んだ。近年、まとまった産地はもっぱら、大宜味村に集中する。1984年に、基女下の芭蕉布は、通商産業省より伝統的工芸品の指定を受ける。沖縄県は、織物産地や市町村と協力して、 伝統工芸産業の振興に取り組み、生産者は機能性やデザイン性を開発して新たな用途を開き生産工の回復に努めている。芭蕉の外皮を剥いて茹で、ゴミを丁寧に除いた繊維を木結びで十分な長さにつなぐと、よりおかけ織り糸を作る。糸は織り上げると軽くて強く滑らかな布になる。平均的な長さの単物一端には、場所が平均40本使われる。 奇女家の場所布は糸を合い、または、車輪梅でくくり染めにして、原料の糸色の地にその色糸で、かすり模様を織り出す。格子柄やかすりなど柄のパターンには、広がりがある。1974年、奇女家の場所布が重要無形文化財に指定され、奇女家場所布保存会が、保持団体に認定された。2000年には、織り手の一人平良敏子が重要無形文化財。 場所夫の保持者として、確固認定された、主な執筆者の姓の五十音人、ありがとうございます。